ビセンテ・ブラスコ・イバニエス。ビセンテ・ブラスコ・イバニエス。ビセンテ・ブロスコ・アイベネス。1867年1月29日から1928年1月28日は、スペインの作家。政治的活動の傍ら小説を執筆。闘牛を題材にした、使徒・砂。第一次世界大戦を舞台にした、目視録の四騎士などで、世界的に知られる。ブラスコ・イバーニエス。 ブラスコ・イバニエス表記もある。バレンシアに生まれ、この町の大学で学び、法学士となる。この間一時マドリードへ行き、人気作家フェルナンデ・シゴンサーレスの口実筆記や、代筆などもしていた。19歳の時に、第一共和制の受立者を主とする、共和主義者として活動するようになり、1889年にボル、ボン王朝への反抗運動が失敗して政府からの、 弾圧に遭い、パリに亡命し、そこで、イスパニア革命士、パリ、一亡命者の印象を執筆。1891年の特写で、バレンシアに戻り、政治運動に没入し、平民新聞に、数多く論文や写説を執筆、短編小説にも手を染め、小説は後に、バレンシア物語などにまとめられた。続いて、中編の郷土小説、ベート、抱え車。 5月の花、長編、草屋根の家を連載し、文学界で注目を受けた。1895年に革命計画が失敗して、イタリアに亡命、旅行中に書いたエッセイ、芸術の国からも平面新聞に掲載された。その後帰国し、反王政運動に加わって6ヶ月の懲役刑を受けるが、バレンシア州の国会議員に選出されたため、 刑の執行は許された。そして、バレンシアを舞台にした、ミカンの里、足と泥などを執筆する。やがてマドリードに移り、社会主義的傾向を持つ、ガラン、侵入者、酒蔵など、また、スペイン各地を取材し、闘牛士の栄光と悲劇を描いた、詩と砂が、評判となり、後に、ルドルフ・バレンティの主演で映画化された。また、東部、ヨーロッパを旅行し、 旅の印象を綴ったエッセイを、マドリード、ブエノスアイレス、メキシコなどの新聞に発表した。1909年に招待されて、アナトール・フランスと共に、ブエノスアイレスに公園旅行へ旅立ち、大歓迎を受け、パラグアイ、チリなどをめぐって帰国する。ついでアルゼンチンのリオグランデに土地を買って移り住み、アルゼンチンの開拓に臨んだが、 資金を使い果たして1913年に帰国する。この時に土地の処分を託した銀行家をめぐる訴訟に巻き込まれたが、自身はこれに関わらず、1921年に勝訴となっている。1914年に南米を題材にしたアルゴスマルノ陸クミンを発表するが、第一次世界大戦の勃発後は、フランス側の立場での文章を数多く執筆し、 1914年世界大戦誌を書き始める。続いて1916年に目視録の四騎士を発表、すぐに大評判になり、英語訳はたちまちに百版を重ね、イラストレーテドロンドニュース紙は古来印刷された書物のうち、聖書を除いて最も多く読まれた作品と書き、アメリカの世論を参戦へと決定づけたとも言われた。ついで、我らの海。 女性の敵と対戦三部作と呼ばれる作品を発表。1919年にイスパニア教会に招かれてコロンビア大学をはじめ全米各地で講演。ジョージ・ワシントン大学では名誉文学博士の称号を授けられた。北米ではメキシコ大統領ベヌスティアーノ・カランサにも招かれ、この時に見分した国情を書いた文章を各新聞に発表し、 メキシコの軍国主義としてまとめられた。帰国後は南フランスのマントンに住むが1923年から世界一周旅行に出発。日本では翻訳者である長田広佐田の紹介で講演を行った。マントンに戻ってからは女王カラフィアなどアルゴスマルノリクミンに続くアメリカもの小説を書き始める。しかしミゲルプリモデリベーラ将軍のクーデター及び 軍閥独裁性への反対等に加わり、イスパニアのために、他数多くの小冊子類の執筆に勢力を傾けた。その後は、歴史小説、海の方々、微信の御前に、などを執筆。やがて持病の糖尿病に、帰還支援を併発し、1928年に死去、万ントンの墓地に葬られた。第二共和制後に功績を称えられて、切手の肖像にもなり、 意外は1933年に、共和国海軍の戦艦によって、バレンシアに運ばれ、市民墓地のヒカトリック社のための区画に埋葬された。母名碑には、バレンシアに帰省した、最の市民の歓迎への挨拶から、願わくば、我が夢を育み満たせし我らが、海の片へ、バレンシアの糸つましき、屋上に安らぎて、我がムは、我が糸しき、 愛のチバレンシアの土と化け算1921.5にと刻まれている。イバニエスはフランコ時代には評価されずにいたが、1975年のフランコ死後には再評価され、検証費も作られて、足と泥がベストセラーに名を連ねるようになった。初期の小説は自身の出身チバレンシア地方を舞台にし、ゾラなどのフランス自然主義の影響を受けた。 郷土文学だが、作者が率直であればあるだけ、読むのに骨が折れないという心情をもとに、感銘率直な表現を行った。報告文学とも呼ばれ、バレンシア地方のアブルフェイラコの漁師や、農民の暮らしと、キューバでの米西戦争帰りの男を描いた、アシトドロ執筆の際は、この地に滞在して、その生活を体験し、この地方の歴史や伝説、年中行事なども作中に込めている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。